はようございます、京平です。よろしくお願いします、本日はですね、ちょっと新企画ということで今までにない感じの動画を撮ろうと思ってるんですけども、まあ、まずゲスト紹介します。京都のバンド、ザ・ソニアズの田中くんです。よろしくお願いします。どうも、ヤングギターをご覧の皆さん、こんにちは。ザ・ソニアズの亮田中です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。京都よろしくお願いします。急に呼びつけて、いやもうほんまにありがとうございます。一番京都でギターに関してはややこいやつに、ややこいやつで、で、まあ今回どういう企画かというと、ここにね、今ギターが3本並んでるんですけど、全部ストラトキャスターっていう形ですね。このストラトキャスターで安いやつ、中くらいのやつ、高いやつを3本用意してもらいました。で、これを、まあ、僕はね、ギターは全然弾けないんですよね。で、ずっとドラムをやってたんで、はい、ギターのことは全然詳しくないんですよ。で、まあ一応ね、やっぱライブハウスのオーナーなので、バンドはね、よく見てるので、そんな、まあ言ってしまえばギターに関しては素人の僕が、この値段をね、聞き分けれるかっていうことをちょっとやってみたいと思います。対するなら、ライブハウスオーナーならギターの値段聞いただけで当てれるやろう選手権ということで、今日は協力お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあまず軽くね、そのギターのね、ちょっと説明からしたいんですけど、一番向こうから安いやつですね、まだ鳴らさないでもらうんですけども、これがスクワイヤーっていうメーカーで1万円前後で買えるやつかな、安いギター。これ結構初心者向けみたいな感じだから。そうですね、もう安くで手に入ると、だいたいサウンドハウスでミニアンを含めて19,800円とかで売ってるやつです。1、2万ぐらい。そうです、うん、高校生の子が春休みとかにギター始めるのやったらちょうどいい値段だよね、うんうん、でもなんか見た目は全然ね、こんな安いギターって感じはせえへんけど、ね、見た目はもう全部一緒なんでね、ストラト。まあそうか、ほんまにこれもいいギターですよ。はい、じゃあ次が、まあ、京都のバンドのギターやってる南條くんに借りてきたんですけども、バッカスっていうメーカーですね。バッカスのビギニング・オブ・ザ・ニュー・トラディションというギターで、当時買った時に10万円ぐらいだった。さっきのスクワイヤーと比べて、まあ、5倍から10倍高いぐらいの値段ですよね。これどうなの、ギターで10万円ぐらいのギターっていうのはやっぱ安い部類に入るのかな。それ難しいんですけどね。だからバッカスって今でこそ結構初心者向けの楽器を作ってるってイメージなんですけど、僕からしたら結構昔とかはすごいいいギター作って、それこそ30万ぐらいのバッカスとかも全然あったりして、それはもう音はめちゃめちゃいいんですよ、うん、でその中でも10万っていうことは、まあ中堅クラスで、これも全然すごいいいギター使えるし、まあ、大体楽器10万超えてきたらもう何でもいいですよそれ言うと企画始まるまあまあでも、まあかなりいい感じの実践でも使えるという、ね、余裕でバリバリ現役で使えますね。なるほど。じゃあ3本目来た、これこれ。はい、3本目が、これがソニアズ田中くんの私物ですのギターですね。サーっていうメーカーのクラシックっていうシリーズの、サーのクラシックってことか。そうです。その中でも、まあ分かる人は分かるんですけど、うん、一応これシリアルギリギリ4桁。それなんかあんの？でも分かる人は分かる。あの動画の前でニヤッとしといてください。おーみたいな。ええやろ、俺のやねこれあげへんねそんなんあんねんな。で、これいつぐらい買ったんやっけ。これはね、僕がこれ高校出たってぐらいの時ですかね。何年ぐらい前？7年、8年ぐらい前ですかね。で、もうこれがずっと欲しかったんですよ、はいはい、で、当時サーってめちゃめちゃ流行ってて、うん、で今でこそ衰退してますけど、ニコニコ動画とか、まあ今もまあ YouTube は健在ですけど、その辺のやっぱ有名なギタリストはみんなこれ使ってたんですよ。へー。だそれぐらい欲しいギターで、で、僕もどうしても欲しくても金を、当時頑張っていくらだったこれ。これは当時新品で86万。86万なんつって。車買えるやん普通に。車はもうちょいしますよ。まあまあ、いやいや、買える買える全然。86万すごで、今これなんかあれか、今買おうとしても今日86万ぐらいで買える。今はどうなんすかね、結構値段も上がりましたね。関税とかもかかってきますし、 あとやっぱそのさっき言ってた消費税とかもね、あれ4桁のプレミア感とかもあるのか。そこはね、もうあんま関係ないですかね。やっぱり中古の楽器はどうしても値段、フェンダーのそれこそ62年とかストラトの62年、61年クラスとかじゃないとやっぱ上がんないですね、うん、まあでも今買おうとしても80万、90万ぐらいはする。するです、ね、なるほど。じゃあこの3つをじゃあ早速、このね、アンプ、こちら、まあ僕は聞いてないですよ、もちろん。セッティングしてもらうときに音は全部ね、このギター以外の条件は一緒にしようと思ってて、音作りのこのつまみですね、これに関しては全部共通でお願いします。共通で。で、僕は目隠しをして、まあ、こっち向いてるので、まあ ABC で、はい、そこの順序を任せるんで、はい、ABC でスクワイヤー、バッカス、サークラシック、これをね、当てようと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもこれ本当、あのライブハウス経営者やからね、外したらクソダサいよな。まあ、だいぶプレッシャーはきついですね。僕なら逃げ出します、ね、あ、全然見えへん。はい、もうこれ全然見えません。
じゃあお願いします。わかりました。さあどれからいこうかな。やっぱ一発目はこいつでしょ。まあちょっとね、今回 iPhone で撮ってるので音がどこまで伝わるかわからないですけども、これを聞いてる人もね一緒に考えていただけたら嬉しいですね。じゃあまずは、はい、クリーントーンから。はい、まあまあ今んとこちょっと全く分からへんけど、これがじゃあ A のギター、うん、でまあちょっと今とりあえず感想だけ言っとくと、なんかそんな高そうじゃないなと思う。だから安いか中くらいのかなと思ってます。分からんけどこれで一番高いギターやったらどうしよう怖いな。じゃあ次 B ね。どれにしようかな。まあやっぱこういう場面ではお前しかいいんやろななんかそれもヒントに含まれてんのかなさっきから俺ギターと対話してるんで、ね、ややこしいやつ呼んでもうたなほらじゃあ、はい、B のクリーン B のクリーンお願いします。はい、なるほどね。まあまた今の感想を言っとくと、いい音に聞こえた。俺はさっきのギターよりも高い気がするな。怖いなこれちょっとでもほんま自信ないなあんまり喋りすぎてもね。そうだってね、俺ギターの聴き比べなんてしたことないもん。やっぱそのバンドではそのバンドのギターの音が鳴ってて、こっちとこっちどっちが高いなんて知らんからってめっちゃ言い訳しとこまあもうグローリーの存続がやばいやばい、ね、あるんで、はい、頑張ってください。じゃあ最後 C のギター、 C のギターお願いします。はい、どうぞ。はい、じゃあ次は沈み行ってみましょう。マジで分からんわ。マジで分からん。ごめん。え、ギター置いてもらって、ちょっと目隠しとるよ。はい、大丈夫です。はい、目隠しとります。やばい。やばい。マジで分からん。一応今の見解を先に言っとくと、はい、A が一番安いスクワイヤーで、B がサークラシック一番高いやつで、C がバッカスだと思うんやけど、なんかね俺の見解ね、はい、もうほんま見解聞いてください。もう何も答えずに、あのね、多分一番最初のやつは多分当たってると思うの、はい、一番安いと思っててスクワイヤーやと思う。なんかね歪みがやっぱ全然違ったかなって感じがする。もうこれもう外れてた壮大な振りになるけど、まあもう言うわもうねクリーンもなんかちょっと痛い感じもしたんやけど、クリーンの違いというよりも歪みの方がすごいチープだなと思ったよね。で、ただこのそれは多分俺自信が結構あって、うん、B と C はかなりむずかったから、ちょっと B と C もう一回聞こうかなと思ってるよね。聞いた感じこの A を聞いた後の B がすごい歪みが厚みがある音ですごい良かったから、あ、これ高そうやって、その後今 C 聞いたでしょ。 B と C 比べたら確かに B の方が良かった気すんねんな音が。でもここ自信ない。 A は自信あるわっていうことで、ちょっともう一回じゃあ B と C で聞かせてください。じゃあ B の、はい、B のギターですね、はい。
じゃあ歪み行ってみましょう、はい。はい、C お願いします。はい、ほなじゃあ C のギターです。あのね、B がね、一番高いのはもう確信したわ。ただね、この C と A をもう一回ちょっと聴き比べたい。ほな、じゃあ、はい、これが A のギター。うん、はい、もうね、確信した。もうこれはね、分かった。 A が一番安い、はい、スクワイヤーで、B が一番高いサークラシック、はい、で、C が真ん中のバッカスですね。やっぱ聞き比べて、まあクリーンもね、その違いはあるんやけど、なんかこう、ハイがきつい方がいいのか、積みがある方がいいのか、ちょっと分からんのよね、それ。どっちがいいと言われたら、なんかクリーンのこう、聞こえがいいのはハイきつい方が聞こえがいいし、 A がハイきつめやって、 B がちょっと深みがある感じはしたんやけど、どっちがいいかも分からへん。やっぱ歪みが、 A の歪みは一番チープ、初心者が弾いてる感じで、で、 B が一番深いというか優しい音をしてて、で、 C もね、いい音っちゃいい音なんやけど、 B と比べたらちょっとチープかなって感じがしたんで、歪みの違いで決めました。ただね、これで1個聞きながら思ったのが、こう音作りやっぱり正直こう一緒にしたやん。一緒にしたから、そのギターの一番いい音作りじゃない可能性があるわけよね。なんかさっきチラッと聞いて、これもちょっとヒントになるかもしれんけど、一番安いスクワイヤーのギターが一番いい感じになるようにしたっていうのを聞いてたんで、それが他のギターにこう当てはまらない可能性があるから、まあ、そこはちょっと言い訳としてはい、言っときますけども、じゃあいよいよ答えを聞いていきたいと思います。じゃあまず A のギターは、僕は一番安いスクワイヤーだと思ってるんですけど、 A のギターはどれですか？さすがです。もう A のギターはこいつです。マジかよこいつですね。マジ、これが A か。これが A のギターです。あー、ちょっとじゃあ感想は後から聞こうかな。分かります。 B、 ここも外れてた、どうしよう。 B のギター、僕は一番高いこちらのね、サークラシックだと思ってるんですけども、これ外れてたらやばくない？なんだかんだね、やっぱりね、うん、いいこと言わはるなと思って聞いてはいたんですよ。さすがやなと思って。じゃあ B のギターはどれですか？ B のギターはね、マジで？マジで？スクワイヤーです。マジで？これマジでやらせなしなんやけど。マジか。ちょっとがっかりしてるやろ。ちょっと残念ですね。もうこんなにね、愛したグロリーの社長が。マジか。この軽たらくですか。で、じゃあ C がサークラシック。一番僕のやばいやつですね。こいつです。これちょっとね、
流せるかなこれマジか、ちょっと聞いてきますけども、まあ、まず A のギター A のギターがこれか、なんか一番最初に弾いたやつよね。そうです。なんかやっぱね、泉がチープな感じがしたんよな。まあじゃあ実際ちょっと答え合わせしながらやっていきましょうか、うん、はい、まずクリーンですね、うん、このギターはね、やっぱ今のほんまにフォーロックとか好きなコーラがめちゃめちゃ好きな音っていう印象ですね、うん、例えば僕が動画の中で弾いてたやつやったら、例えばアルペジオとかでこういう、すごい放浪、日本人がすごい好きそうな音、うん、なんかこれで聞いたらいい音に聞こえるな歪みは歪みはね、これはリアピックアップで弾いたんですけど、これはね、めちゃめちゃいいギターですよ。いいんか。でも俺は一番チープに聞こえたのな、これが。薄く感じたというか。いや、今はそう聞こえない、まあ、だいぶね、そのやっぱバッカスのやっぱ中堅クラスで10万してたと、うん、当時で10万しててっていう情報がやっぱり入ってきちゃうとね、そうなりますよ。よく聞こえるってこと。よく聞こえますね。じゃあ B で俺が一番高いって言ってた、あー例の、例のやつが、例のやばい、スクワイヤー、答えはスクワイヤーいや、これがね一番高いと聞こえたんよね。もうこんな俺が一番高いとか言ってたら、もう笑いこらえの必死やったやろまあまあとりあえずちょっと音聞いていきましょう、うん、はい。でもね、実際俺これ弾いてみてね、そんな悪い音じゃないんですよ、うん、正直言って全然悪い音じゃなくて、これだって動画で弾いてたやつとかで、これめっちゃいい音に聞こえるでしょ、いい、やっぱり。さっきの方がハイがきついよ。こっちの方がやっぱ優しい音をしてる感じがして、うん、優しい音っすか、うん、なんだかなまあこれでほら iPhone やから聴いてる人がどこまでこう差がね分かるか分かんないですけど、まあ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 、じゃあ歪みもこれ、はい、違うの、このバッカスとバランス悪いっすよね。一個はやっぱり無駄にハイとローが出てて、うん、真ん中のミッドの音がやっぱ弱くてみたいな感じはあるっすね。これ弾く前に、うん、まあだからちょっと話すると、うん、結局高いギターってみんな音が高ければ高いほどいいって思ってるじゃないですか、はいはい、それはマジで間違いなんですよ。高いギターほどバランスが取れてて作りがいいんですよ、はいはい、だから値段がするんですよ、はいはい、だから車とかでも別に高ければ高いほどじゃあヤバい素材とか使われていいなんかエンジン音が出るかって言われたらそうじゃないじゃないですか。性能が良くてスピードが出てるから、ギターもほんまにそんな感じです。だから結構やっぱこれはバランス悪いなって感じです。じゃあはい、僕が中くらいだと言った C のギターですねが一番高かった。俺だから A が一番安いっつってて B と C が近いって言ってたよなまあでもね、系統はね似てますよ。やっぱり系統は似てて、安いギターじゃないですか。例えばこれ1万円ぐらいのギターって、安いギターがどうやってその安さを補っていくかって言ったら、やっぱりこういういいギターの音を真似するとこから始まるんですよ。ああ、なるほどなるほど。例えばローランドのジャズコーラスが、あれがもともと出てきた時フェンダーのツインリバーブの丸パクリって言われてたんですよ。ああ、なるほどなるほど。でも今ライブハウスでやっぱジャズコーラスって普及してるみたいな、まあだからそんなもんです。大体そこの真似から始まっていく。はいはいはい。だから系統は多分ね一緒やと思います。これはこれが悩んだところで、明らかに俺の耳やとこっちの方がハイが出てて耳に来るんよ。で、向こうの方が優しい音やから、うん、でこれはどっちがいいんやろ。
やっぱはっきり音が出てる方がいいギターなのか、弾きやすい方がいいギターなのかっていうところでの判断ミスですね。なるほどね。こっちの方がやっぱり、どうなの、パワーがあるというか。そうです、パワーもあるし、はっきり聞き取れるっていう感じじゃないですか、うん、それが結構このメーカーの特性というか、うん、まず分離感がすごいんですよ、はい、この音の分離感が。まあもうアメリカの音って感じです。めっちゃはっきり聞こえるな。分離感がまずエグいっていうのと、うん、まずそのローとかミッドとかハイっていうのがどっか突出して出てるっていうわけじゃないんですよ、うん、全部バランスがいいっていうか。だから実際にその例えばこれと比べた時に多分バッカスの方がいい音ってあるんですよ。これよりいい音って1個あって、うん、でスクワイアとかでもこれよりいい音っていうのはあるんですよ、うん、でも大体このギターって全部そのギター聴き比べた時に絶対2番取るんですよ。だから全部のパラメーターがほんまに90以上100点未満。はい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 。僕からしたら全部100点なんですけど。これは歪みも聞かせて。OK です。いやもう高いギターもって感じ。やっぱりそうなんや。うん、それは絡むわ。2つのギターをこれバカにするわけじゃないですけど、やっぱりこの2つのギターって歪まして弾いた時にダマになるんですよ。ああなるほどなるほど。コードを弾いてたりとかするんですけど、全然そのこうダマになってるからコード感がないっていうんですかね、歪ましてて、うん、でもこいつはやっぱり歪まして弾いてもコード感がちゃんと出せるっていうか、例えばやっぱこういう普通にバレーコードとかでも、分かりやすい、はい、全ての音が分かりやすい、うん、はっきり聞こえる感じがするんで難しかった。こんな、いや難かったけど、でも、まあ、めっちゃ言い訳しとくとギターの聴き比べなんてしたことないし弾いたこともほとんどなかったんで、まあでもね、やっぱライブハウスのオーナーなんでそのぐらい分かっといた方が良かったんで、ちょっとまあこっから勉強していきたいかなと思いますし、まあ一個言えることはあれじゃない、だからやっぱ安いギターでも音作りしっかりしていけばそれなりに聴かせれるっていう、まあ、それもありますし、まあ一個やっぱり練習っすよね。腕を磨く、弾けるようになる。あーなるほどなるほど。高いギターを買って終わりじゃなくて、その高いギターを使って自分だけの音みたいなを追求していった時に、まあ僕はだから正直言ってこのどれ使ってもやっぱ100万の音出せますよ。全然かっこいい。どれも変わらんし正直弾いててみたいな。でもやっぱ僕はこいつが一番やっぱ長年弾いてきたし、自分の出したい音が出るし、それだけの違いっす。だから高いギター買って終わりじゃなくて練習する、いい音作って終わりだけじゃなくて練習する、うん、そういう人が増えてった方がどんどん多分バンドもおもろいと思うんですよ。なるほど、はい、ありがとうございます。っていうか、チャンネルやったら、なんで YouTube YouTube やったら、いやもうダメだ、俺コビ売りたくない。めちゃくちゃおもろいやん。メディアにコビを売りたくない。田中亮のギターうんちくチャンネル。ギターただオタクなんで、俺はギターの。いやいや、はい、ということで、まあちょっとね、不甲斐ない結果には終わりましたけども、これちょっとね、面白いから今回ね、このストラトキャスターっていう形でやってみたんですけど、もう他のギターとか、あとアンプのね、違いとか、さっき言ったツインリバーブと JC、じゃあ違いを聞き分けれるのかみたいな。そういうのもね、ね、やってみ、え、それはどう思う？それは多分すぐ分かる。あ、すぐ分かる。すぐ分かる。じゃあまあそういうのもちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンもよろしくお願いします。で、ソニアズのホームページとか、あ、ありがとうございます。 MV もある。 MV もあります。じゃあ MV のリンクとかも貼っときますので、あと田中亮のギターうんちくチャンネル開設されてるので、ぜひそちらの方もチェックしてください。はい、ということで今日はありがとうございました。お疲れ様でした。